やるかい。まったり踏みでやるか、今日は。バギーちゃんのお墓なら待ちです。何、そのバギーはあれなの？バギー、じゃあ、くたばったってこと？そのバギーはなんか、映画の中で。もう、壮大なネタバレを食らっちまったな、俺は。もうなんか、お墓はお墓ってなんか前から言ったけど。とんでもない話じゃないって、俺は一体何を見せられるってしてるんだ。スカを拾ってきて、身につけてみたら、子供に戻っちゃった。遊びに行っているよ。遊びに行ってるって、何遊び、どこに遊びに行ったんだよ、むしろ。こんなわけなかね、サメとかなんかさ、わけなかねのうろついてんのに。なんなの、ここは。あ、ごめん、用がついたよ。普通に歩いたら進めない。乗り物乗っていれば大丈夫。小型潜水艦？小型潜水艦じゃねえんだろうな、多分な。バギー復活させんのかじゃ。復活させんのか、まあ、バギーが死んでんのかよくわかんないけど、状況がさっぱりわかってないから。逆にわかってないから、わかってないからどうなってんだろうって予測するのが面白いのか、それともなんか映画を見てなんか、こういうことがあったから、あれだったんだな、みたいな。どっちがいいんだろうな。ここには聞かれていない。聞いていない。敵に捕まってもいいよ、別に。あいつは捕まるか捕まらないか、別に。どうにかなんだろ、あいつは。あいつは自分でどうにかできる力を持ってる、きっと。てぇ。この色ちょっと。傘？え？雨が降らないんだ。傘もらってどうすんって。雨降る。結構なんかあれだな、いろんな。宝多いな。この海底編っていうのがわかんないけど。海賊の帽子、なんかもうすでに新しいの出ないと。海賊の帽子なら伸びたじゃねえか。ドラえもんか？ドラえもん何でも結構似合うからな。なんかもう帽子とか被ってるじゃん。あの、魔界大冒険でなんか帽子被ってるじゃん。なんか結構何着せても似合うんだよ。コスプレのなんか一番最上級になんか位置するあれなのかもしれない。もしかしたらドラえもんっていうのは。何でもできる。意外となんかそういう。なんかありそうじゃねえか、そういうなんかイラストコンテストみたいな感じで、ドラえもんに装備させようみたいな。おかしするわね。これ何なんだこれ。バギーちゃん使ってみたら、生き返るかもね。風呂敷？あ、風呂敷、タイム風呂敷か。なるほど。タイム風呂敷ね。そういうことだったのか。どうりなのおかしいと思ったら。ティーティー、あれこっち行ったっけ俺。家があるわりには全然あれだよな。なんか住民がいねえな、そもそもな。謎なことに。あ、溶岩地帯なんて聞いたわ。で、どこに、バギーはどこにね、お墓があるっつってやな、なんか。この街の中にあるのか、それともなんかその、別のさらに、どっか行ったとこにあるのかな、そこはまず謎だよな。おい、こうなの怪しいじゃねえか。この物々しいぞ、その子なんか。おい、これ完全にやばいやつだろ、これ。え、何この、魔界の秘境みたいな。あ、これがお墓もしかして。お前誰だ、お前。お前誰なんだ。部員が発見されました。お、一緒の像の下に埋められている。とんでもない話になったんだね、きっと。で結構思ったよりすごいな。ドラケー6のなんかオルゴーの夜とかなんかなんていうの、なんでそれが出てきたのかわかんないけど、なんかもうよっぽどすげえとこで安置されてんじゃねえか。ファイト小土地、どんどんわけな、もう次から次へとなんかわけなかんだけど、まだ一切まだ追いついてないからね、そのなんか流れというかね。まずいかもしれないところは。そこで追いつかなきゃ、俺は追いつかなきゃいけないんだ。どれだっけ。あ、コンクール重要だな。コンクールの伸びたか伸びたなんか、どうなんだろうな。まあ、とりあえず伸びたらいいや。とりあえずは。転ばしやドローンパンも、わけわかんねえもんな。なんだこれなんか。全部片っ端から使っていくしかないもん。全部片っ端から使って、その中でなんかまあ、いいあれをちょっとなんていうの選んでいけば、まあ、絶対安全傘、何絶対安全傘って知らねえんだけど。何これ溶岩地帯、あ、違うか。溶岩地帯違えな。何使うのこれ。俺の知らない道具がなんかあるな。タイムロスキー。導きは見たくねえな。導きとかなんか、あの、教会とか行くとなんかあれなんだよな。次のなんか経験値はいくらいくらいですみたいな。結構なんかそれ見るとやる気なくすんだよな。またこんな戦わなきゃいけない。またこんなやなきゃいけない。残りの経験値がなんか25ですとか、そんぐらいだったらすげえな。おお、あとちょっとでなんか、ちょっとでもあれだぞみたいな。なるけど。バギーちゃん。おドラムどうすんだこれから。ヒガンジョにいるんだ。割とでも展開が早い気がするな。
俺の気のせい。展開早い。凝縮されてるもしかして。実は海底編は短いかもしれんな。その可能性は十分にあるぞ。ファイトコードじゃない？ファイトコード。これバイキルトか。バイキルトなわけねえか。違うか。それは違うか。あ、バーゲーちゃん使うぞ。おお、おお、すげえすげえすげえ、あった。これどこ行けんの。あ、これでいいの。これ敵出てくるの、これって。あ、敵が出てくるんだ。バケモンの今、ちょっと全部使うぞ、これ。ファイトコースね、20も使うの。あんま使いたくねえな。安全傘ってなんだよ、これ。ドローンバテなんだよ、これ。使うしかないだろ。竜巻ストロー。おお、やるね。転ばした。我慢が上がった。もう、竜巻ストロー。竜巻ストロー強いじゃないか。転ばしたってことは何？一旦、なんか、行動不可になるみたいな、そういう感じ？ホワイトコーチ使うか、じゃあ。誰に絶対安全が。ちょっと待って、ドロンパ使ってない気がするな。竜巻ストロー結構あれだな。結構消耗するな。ドロンパ、ドロンパ我慢が上がるのか。ドロンパよくわかんねえな。防御力があるって感じ？スモールライト。絶対安全がさ。まあ、とりあえずは、いや、防御でいいや。伸びた結構素早さ高いな。素早さ上がってたんで、ちょっと早いな。文字送りが早すぎて、なんか、遅くすればいいのか。回復してないもんな。殴ってしまえ。とりあえず終わらせよう。こっち結構強いぞ。頑張った。てれってれ。まあ、伸びてもそうやって上がってくれるのは非常に助かるよ。てれ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 。あ、これいいわ。これ最高じゃん、もう。もうどこでも行けるぞ。ここなんか赤いエリアに。え、これ何？ん？あ、これでいいの？これは。よくわかんない。あれ、なんかあった今。ちょっと待って、右下になったら何よ。何あの右の、なんか変な穴ぼこみたいな。あれ、俺さっきあそこ。ちょっと待って。俺まで行ってないよな。ややこしいな。ややこしいな、重要だ。俺はちゃんと、確認しなきゃね。ドラ焼きが、ドラ焼きがなくなるな。ほら、行ってないと変わる。ちょっと待って、こう行って、これ何？これ関係ない。全く関係ねえのか。関係ねえのか。戻ってきた。先ほどのところに戻ってきた、俺は。てドラはめっちゃ目が赤いな。薬よけシール、マジで便利だな。これまだ一回も戦ってねえぞ。おお、ちょっとヤバそうなエリアになってきたな。これ溶岩地帯、これヤバいんじゃないか。これこれは、あ、ここで、ここはあれなのか。おお、そういうことね。そういうことなんですね。いいことじゃないか。めっちゃ船の墓場じゃないか、これ。どうだ、これ。てここ？右回るな。なんか、ストレートに行くんだったら右だろうな。あ、そう、これ一周してるパターンか、これ。ぐるっとなってるパターンだな。おぉ。もう絶対これ死ぬだろう。ここ出たしのに、ここ出たってか、もうここ出れねえ、そもそも。これやばいだろ、これは。え？俺、スノーがいる。いや。え？守りの腕はってもうなんかあれじゃねえか。もう終盤じゃねえか。これ、ダンジョンの鍵使うの、これ。ダンジョンキー。え、開けられんのか。開けることできんのか。おい。そうだ。L。噂の L。さあ、行こう。ナブラの神社戻ってほしいんだ。僕も行くわ。この人、男だったんだ。敵に襲われた、危ない。みんな助けた。お前、そんな強いのか。僕らが必ず倒すよ。お互いに頑張ろう。おい、スネオ。スネオ！なんなんだ、お前は。みんな、ありがとう。よかったね、スネオ。さあ、一緒に行こう。あ、仲間だったの。神殿の鍵。おー、スネオ
スネオ4人目来たぞ。何を持っていない。お前レベルは？そこまで。お、レベル3だよ。うおい。どういうことなこれは。何これ、これひどくね。のび太とは一体何だったんだ。のび太とは一体何であるのか教えてくれ。もうそこがもう俺にはよくわかんねえよ。なんかもじゃあもう全部揃えさせるわ。もうのび太頑張ってくれ。のび太、素の力でお前頑張って。期待してるよ。海賊の星ならジャイアンも似合いそうだな。あ、ジャイアン話すれば一切できてないの。単語は出てきてないぞ。まだ全然全くないわ。まあいいだろう、そのうち出てくれたやろう。そういうもんだろう。スネオー、さあ、そうでしたね。めちゃくちゃ上がるんだけど。お、船長バッチいいな。船長バッチやろ。守りの腕は伸びたり、ね、伸びたりすかじゃ。お、伸びてやばすぎだろ、これ。どうにかしないとやばいぞ、もう。ああ、ねえ、サメの歯もいいな。まあ、いい、これいいや。とりあえず。当選も。スネオ。もういきなりもぶっちぎれだもんね。とんでもねえことなってるよ。あ、これ薬が切れてるか。お、てっきり噂の。まあ、とりあえずまあ一点集中でやるかじゃん。頑張ってみて。確かに伸びた。マジで言ってんのか。雑魚的で読んじゃだぞ。いきなりなんかとんでもないことになってきたな。やばいぞ。マジで強いじゃねえか、こいつ。87、まあ、経験値あれだな。経験値はいい感じになってきてんな。これはやばいな、しかし。誰が持ってないっけ？あれよ。なんとかフード。あれ？伸びたか。ドラギだいぶ減ってきたな。ちょ、これ、まずドラミちゃんに話しかけてねえわ。そもそもドラミちゃんに話しかけて忘れてしまった。て結構強くなってきてんな。もうなんかこれ相当レベル上がったと思ったのに。適当に言ってっけどさ、また重要なアイテムあれだよね。とりあえず全部フックの義手。これスネ夫かな。これスノーディー。さあ、装備したまえ。おお、上がるじゃん。上がるんだったらいいのよ。これ何があるの、これ。ああ、こっちもなんかあるな。とりあえずお宝すべてあれだな、手に入れないと。おお、お、なんかいる、あそこに。なんかいるぞ。あれ、ポセイドンかもしかして。グラミソプンピストル。ゲラミソ。なんちゃうね。ゲラか。ゲラなのかグラなのかよくわかんない。持ちきれないよ、のび太は。持ちきれないよ。当たるがいらない。あ、普通の星でいいか。じゃあのび太はなんかもうそういうなんか武器専門にするかじゃあ。なんか防具のなんかさ、カテゴリーもよくわかんないよな。なんか冠がなんか鎧扱いだったりとか、なんか結構なんかわけわかんないのばっかりだもんな。これ何言ってたっけ、これ。これ、あ、そう、これだ。てん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 で、どこ来たっけ、これ。ここ？あれ、なんかもうやばそうになるじゃん。あれ？もう来ちゃったじゃん。ちょっと待って、いや。いや、まだダメだな。まだ全然探索してねえぞ、俺。てんてん、あれ、こっち来たっけ。こう来て。おー、いいぞ。今、ざーっと今、あ、こう来たのかな。こう来て。で、俺はこう来て、さっき下に行ったんだ。じゃあ、上行ってみよう。上なんま、なんかあんのかな。だからまだ1個だけあるだよな。まだ取ってないやつあるよな。てんてくてん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 。あれ？あ、これか。こう行ってねえな。あ、行ったか。あ、こうなってんのか。なるほど。入れねえし。なんというめんどくせえことだ。
じゃああれかも全部取ったな。取った可能性は。あ、これか。これがあれかの最後のあれか。スーパードライキュウイ。で、ここで鍵使えばいいの。はい、これおしまいかもしかして。回転編おしまいの可能性があるな。だとしたら早いけど。あれちょっと待って、ダンジョンキー、死んでるのがこれか。まあわかんないけど。怖いな。大丈夫か。復讐の神ポセイドン。愚かな虫けれども。ポセイドン、アトランティスを守るのだ。利用されてるだけ。滅びる時が来たのだ。誰に利用されてるの。やめてポセイドン。あやとりやってるなんか女の子の顔がそっくりだな。ドゥ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 。じゃあ竜巻ストロー使う。あ、これも気になるな。グラ、じゃあこれ使おう。めちゃくちゃ強いんじゃねえか。16号なんか効果がない。効果がねえのかよ。じゃあ背の強えな。わわわ、これちょっとわかんない。どのぐらいの強さなんだこれ。じゃあ竜巻ストロー使おう。これ消耗って効果多分攻撃系あるな。なんかこれまずのび太に、のび太にこれを持たせたっていうのは、それがまず俺の まず失敗だね、これ。やばいぞ、これ。どんだけ強いんだよ、こいつは。やばいぞ、これ、もう短期決戦だ。もうこれ、殺されるか、もうやるかやれるかだ、これ。俺たちの勝負はすぐに蹴りがつくだろう。そして、のび太に攻撃が食らった瞬間にもう全てが終わる。おそらく全てが終わってしまうだろう。どうにかしてくれ。おお、危ねえ。危ねえ。てか、もったいねえ、この経験値。え？どうなんだ、これ。ちょっと帰ろう。急いで帰ろう。おお。君たちのものじゃないのかな。ギウス手袋。どこでもホール。どこでもホール。超人類っていうなんか動画でなんか見たような気がしなくもねえな。ドラえもんの。この世界に行った。ここに残る。静香さんによろしく。なんでだよ。幸せかな、もう帰ろう。あれ、終わったの？終わったんだ。回転編終わっちゃった。まだ映画すら見てないのに。調べてみるね。視点だろ、飛ばされている。視点。竜騎士の世界。あ、これ知らねえな。ラジコン改造すれば俺たちに倒す武器になると思う。それはいい考えだね。頑張って作るから。え、なにお前外れるの。え、え、うわぁ、なんとることだ。おすねは、そうで許されると思ってんのか、お前は。お前よくも俺を裏切りやがったな。なんとることだ。お前の貴重な戦力は閉じこもりっぱなしだ。病んでしまったか。スネを病んでしまった。あの壮絶な大打撃を受けて。ドラえもんの力があればどうにかなんだろう。わけながらね、道具ばっか持っていける。お前って何なのって。空を自由に飛びたいな。これあれなの、これいけんの、こうって。あ、これいけないんだ。なんということか。地底、おい、魔界がめちゃくちゃなんか長かったのに、なんか何だったねって、これなんか一瞬で終わったぞ。まだな。